プロ野球界を大きな社会問題にまで巻き込んだ巨人の江川が6月に入って1軍に合流。6月2日後楽園球場で行われた巨人対阪神の試合で先発。コントロールの良さでまずは無難なスタート。打者としても高く評価されていた江川の初打席、山本のカーブにあえなく三振。3回まで0点に抑えた江川は4回スタントンにホームランを打たれプロ入り初の自責点。投げる方に全力を出したせいか打者江川は3打席とも三振。江川人気か、この日後楽園は超満員。プロの力を思い知らされた7回、1番真由美がセンター前ヒット、2番榊原はフォアボールを選んでランナー2塁1塁。3番ラインバックは江川が自信を持って投げた内角低めの速球をライトスタンドへ逆転のスリーラン。プロのパワーの洗礼を受けた江川は8回でノックアウト、苦いデビューとなりました。